見つけました。こんな柱の陰に隠れていないで出てきてはくれませんか。ああ、私の姿が気になる？今まであなたにはあまりこのような姿を見せたことはなかったかもしれません。少し緊張しているのですね。大丈夫、よく見てください。確かに振る舞いには気をつけています。でもどんな服を着てどんな姿をしていても私の心は変わりません。もし不安に思うことがあればいつでも私を頼ってください。やっと笑ってくれましたね。ありがとう。誕生日に愛する人の笑顔を見ることができてとても嬉しいです。皆さん、今日は私のために来てくれてありがとうございます。あ、マイプリンセス。あなたの瞳が私を呼んでいました。パーティーを楽しんでくれていますか。あなたからのお祝いは何度もらっても嬉しいです。まだ唇は我慢します。ですからせめてあなたの可憐な手にキスをしてもいいですか。この手に触れる喜びをもっと長く感じていたい。私に身を委ねて、すべて教えてあげます。ああ、二人きりになれないのはやはり寂しいです。いつもあなたと共にありたい。だから、私を信じてついてきてくれませんか？今、明かりをつけますね。落ち着きます。やはりここが私の居場所です。寝室のことではありません。あなたの隣が私の居場所なのです。何があったとしても、あなたと会えるならば頑張れます。こちらへ来て。私も同じようにあなたを癒したい。少し眠くなってしまいました。もう我慢しなくてもいいでしょう。この幸せな気分のまま久しぶりにあなたの膝で眠りたいです。私だけのプリンセス、夢の中でもあなたを守ります。唇におまじないをさせてください。